はい、こんにちは、レトスの小野です。10月4日の3問に入っていきます。当初の存続期間が満了し、契約の更新がない場合で、借地権者 B の建物が存続期間満了前に地主 A の承諾を得ないで残存期間を超えて存続すべきものとして新たに築造されたものであるとき、 B は A に対し当該建物を買い取るべきことを請求することはできない、丸か×かという問題です。考えたい方は動画一旦ストップしていただいて、この動画の下の概要欄から問題文ご確認ください。で、これ答えは誤りですね。当初の存続期間内に無断再築をしたとしても、期間満了の際に更新できない場合、借地権者 B は地主 A に対して建物買取請求ができるんですね。で、今回の問題は建物買取請求できないって書いてあるから誤りだということです。これ今回の問題文の意味がわからないと言った方は、ちゃんとですね、理解をするってことをやってくださいね。こういったところを理解せずに、単に回答だけ、この解説だけを頭に入れると、丸暗記すると言ったとしても、本試験で対応できませんので、それはやっちゃいけないってことなんですよ。ちゃんと理解をする。この問題文が何を意味しているのかっていうのをちゃんと理解する。ここまでやっておきましょう。こういったところを個別指導では解説させていただいております。また対比部分ありますので、その部分もお伝えをして、どのような考え方に基づいて、対比しているのかと、そこまで解説しております。それでは問2です。保証協会に加入している宅地建物取引業者 A は、保証協会から弁済業務保証金の還付にかかる還付充当金を納付すべき旨の通知を受けたときは、その通知を受けた日から2週間以内に通知された額の還付充当金を供託所に供託しなければならない、丸か×かという問題です。で、答えはこれ×ですね。保証協会の社員が還付充当金を納付すべき旨の通知を受けたときは、その通知を受けた日から2週間以内に保証協会に納付しないといけないんですね。今回の問題っていうのは、供託所に供託しなければならないとなっているので誤りです。社員は直接供託所に供託するわけではありませんので注意しましょう。で、今回の問題間違えた場合、理解学習ができていない証拠なんですね。まあ、単にボンミスで済ませてしまいそうなんですけども、これはボンミスではないんです。保証協会の還付に関して理解できていないから間違えてるんですね。自分が理解学習できていると思っていても、できていない方が実はほとんどなんです。非常に多いんですね、そういう方。理解学習ができていると勘違いして勉強を続けたとしても、試験前になっても実力が上がってこないです。模試の点数は上がってくるんですよ。模試の点数が上がってくるので、本当に試験するまでわからない方が非常に多いんですね。なんで模試の点数上がるかっていうと、模試も基本的には過去問をちょっと変えたぐらいなので、丸暗記学習をしてても点数上がっちゃう、点数取れちゃうんですよ。で、一方本試験っていうのはちゃんと理解していないと得点できない。で、結果として本試験で初めて自分自身が理解学習ができていなかったってことに気づくんですね。なので、いち早く気づいて理解学習に変えるっていうことが非常に重要なんで、この問題で理解学習ができているかどうかを確認していただくのもいいと思います。で、問3です。都道府県が都市計画を決定する場合、必ずしも国土交通大臣と協議し同意を得る必要はない、丸か×かという問題です。答えは丸ですね。都道府県が都市計画を決定しようとするとき、その都市計画が国の利害に重大な関係がある都市計画のときは、あらかじめ国土交通大臣に協議して同意を得る必要があるんですね。つまり、必ずしも大臣と協議して同意を得る必要はないってことなんですよ。これどういうことかって言ったら、大臣と協議して同意が必要なのは、国の利害に重大な関係がある場合のみなんですね。つまり、重大な関係がないのであれば、この協議とか同意は不要だって話なんです。よって今回の問題は正しいということですね。都道府県が都市計画を決定する場合、必ずしも国土交通大臣と協議し同意を得る必要はないっていうのは正しいですよね。この点は細かいんですけども、ポイントです。ほとんどの方が覚えられていない都市計画区域の指定と都市計画の決定、この手続きの違いは必ず頭に入れておきましょう。個別指導では動画で違いを解説しています。そして試験1ヶ月を切った今、何を勉強したらいいのか、どのような勉強したらいいのか、これをお伝えできればと思います。この試験1ヶ月前はしっかり予想模試を行っていって、そこから弱点を見つけて、そこをしっかり克服していく、これがすごく重要になってくるんですね。
なんで大まかなスケジュールとしては、予想模試1回分について、だいたい6日ぐらいですね。6日ぐらいで、2回復習するっていうことを目標にするといいと思います。1日目に50問解きます。ここでもう2時間使っちゃうので、もうその日にですね、復習できれば復習した方がいいけれども、もしできないのであれば翌日以降で問題ございません。で、2日目は問1から問14ですね。権利関係の部分を行います。で、3日目が問15から32、4日目が30から50といった形ですね。ここは18問ぐらいかな。18問、18問、14問っていう形なんですけども、おそらく権利関係一番時間使うと思います。ここは理解しなければいけない部分が非常にたくさんあるので、一番時間かかるんですね。問題数は少ないけども時間かかると思います。一方で、3日目、4日目っていうのは権利関係以外なので、問題量は多いんですけども、比較的早く終わると思います。で、ここまでで一通り50問復習終えます。1回目の復習終えます。で、ここでやっていただきたいものっていうのは、曖昧な選択肢については三角。解けたけれども曖昧だってことですね。本当にちゃんと知識として頭に入っていて解けた。確実に解けたっていうのであれば、ノーマークでいいんですけども、解けたけれども、なんかちょっと知識曖昧だなっていったところは三角をつけておきましょう。で、解けなかった問題については×をつけます。そして、5日目、6日目で、今行った三角と×、ここを集中的に復習をしていきます。ノーマークだったらもう確実に解ける問題っていうのは、もう次やっても大体解けるんですよ。なので、そこは飛ばしていただいて、三角×を中心に勉強します。ただ、×の中でも、全く解説読んでもわからないっていうものがあるんですよ。で、そういったところは、それを理解をして頭定着させるって、そこまで行くのはなかなか難しいので、とりあえず解説を読んでわからないものはもう飛ばしちゃって構いません。重要なことは、どれだけ多くの確実な知識、これを頭に入れるかなんですよ。曖昧な知識は10個あったとしても点数にならないんですね。一方で、確実な知識が1個あれば、それは得点に結びつきます。だから、より多く確実な知識、これをつけていく。これが重要になってきます。だから、曖昧な選択肢と、解けなかったけども解説を見てわかるもの、ここに絞っていくっていうことがすごく重要なんですね。これを行っていけば実力は上がります。残り1ヶ月であったとしても実力を上げること可能です。で、この動画を見ていただいたのがもしかしたら15日前かもしれない。15日前だったとしても2回分の模試は2回復習できますので、その分は実力を上げていただきます。残り試験まで1週間かもしれない。1週間であれば1回分は行えますよね。その分実力を上げていただけます。だから最後まで諦めないっていうところがすごく重要です。ただ市販の模試だとなかなか理解すべきところまで載っていないので、その部分を自分自身で調べなきゃいけなくなっちゃうんですね。理解すべき部分を自分自身で調べなきゃいけない。そうなってくるとなかなかこの計画ではいかないんですよね。調べる時間も含めると、おそらく1日で権利関係14問、これを全部復習するまではおそらくできないと思います。できて5問ぐらいだと思うんですね。そうなってくるともう全然時間間に合わないんですよ。なので市販の模試だとこのようにはいかないかもしれない。もっと時間かかるかもしれないんですけども、弊社の模試であれば理解すべき部分までも解説の方に載ってますので、この計画で進めていただけます。実際弊社の個別指導の受講さんも同じようにこの計画、もっと早い方は5日ぐらいで2回の復習をしていただいております。なので短期間で実力を上げたいって方は、ぜひ弊社の予想模試ご検討いただければと思います。そして予想模試のお申し込みについては、この動画の下の概要欄に URL 貼っておきますので、そちらからお申し込みいただけます。今年の合格目指して頑張っていきましょう。